今日は文化祭だ。どうしようかな。誰か誘おうかな。あ、赤井さん誘えるのかな。女の子誘おう。一人で見学するやついると決めも買って。赤井さん、よかったら一緒に展示を見に行かない。そうだな、一人で回るのもつまらないし、お前とならいいか。結構赤井さんも私に対して心を開いてくれてますね。さて、どこを見に行こうかな。赤井さんが好きなのはかろうじて演劇部とかじゃないか。他はねえって感じだよな。よし、演劇部行こう。演劇部は結構拘束時間が長いから行くのに勇気がいるんだよな。時代劇だってさ。おちょっとね、声を失ってしまったんですけれども、演劇部まで運ぶ足を犠牲にして声を失ったらしいです。よし、親子連れ狐。見して見して見して。いざ。すごいな、演劇部にしてよかったかも。キリリとしてるぞ。あれ、勝負受けないのか。いざ。は、うそ、そんな、うわまさか変形するとは。ガトリングガン。原作もこんな感じ。嘘つけよ。大五郎ワザップすな。原作通り。あー、面白かったぜ。面白かったね。時代劇と言ったらやっぱり盾だよな。時代劇でも盾でもその領域じゃなかったんですけどね。今度から生徒会の言うこと聞かないやつ切っちゃろうかな。切ってなかったよ。ガトリングガンだったよ。脚本違ったのかな、収録段階で。銃はマジで原作通り。ほ、え、ほんと、え、ほんとに、え、嘘でしょ、ほんとに。ググればわかるけど、ほんとにあんな感じで。え、マジで、え、そうなの。え、知らんかった。あ、トリビアの泉で紹介されてた。そうだったんだ。へえ。トリビアの泉、ほんと神番組ですからね。うん、トリビア面白かったね。いや、委員長 JK だからトリビア知りませんよ。うん。